んにちは、しんこうです。僧侶がグッときた言葉、今回ご紹介するのはゼットンで太陽フィーチャリングスー君。このリリックボールゲージ上げるペン引き上げるフェン、ピエツのフェの愛を照らす太陽、ただ傘残しを訪れるナイト。はい、ゼットンさんはちょっと年齢とかがわからなかったんですけれども、東海地方で音楽活動をしているということで、アンロジックというグループでラップをしている方なんですけれども、今回はそのグループとしてではなくてソロで出した曲ということになりますね。まあちょっとゼットンさんの曲ではあるんですけども、今回私が注目したリリックがフィーチャリングで入っているスー君さん。キングオブキングスというね、日本一を決める MC バトルでの優勝経験があり、フリースタイルダンジョンの方にチャレンジャーとして挑戦してラスボス戦までたどり着いた人でもあり、その時はね、R指定さんも倒してますよね。で、その後にフリースタイルダンジョンの2代目モンスターということで活躍をされた方なんですけれども、この方は本当にみんなから好かれる人柄、なんというかこうラップ自体も人をけなしたりする方じゃなくて、うまく言葉に言い表しにくい部分ではあるんですけども、行って見て先回りしたところから全く別の視点で会話を進めるっていうところで、ユーモアの溢れる感じで攻めるところだったりとか、一方ですごく、まあ、人間としての生き方とか、ちょっとね、なんなら哲学的なところをすごく簡単な言葉で言い表しているっていう方で、私はこのスー君さんとダースレイダーさんがフリースタイルダンジョンで行った MC バトルは非常に感銘を受けて、すごく記憶に残ってるんですけども、まあ、このスー君さんは過去にこうお姉さんを亡くしてしまっていると、そういう苦しみ悲しみというものも背負ったりして、人の死とかというものに大きく傷ついてきたからこそ、安易に人を傷つけないというか、傷つけるようなやり方でラップをしないっていうところもあり、さらにはその人の人生っていうものをすごく見つめたワードがスッと出てくるっていう、そういうところがあって、私はちらほら楽曲なんかも聴かせていただいていました。で、今回このゼットンさんっていう方知らなかったんですけど、非常に若手の方で、そのゼットンさんのフィーチャリングで入ってるということで、曲を聴いてみたら、トラックもすごくね、私ちょっと好みの、なんていうジャンルになるんだろうな、こうゆったりと聴けるようなトラックと、ゼットンさんは割とやっぱ若手らしい情熱みたいなものが前面に出てるんですけども、ダンス君さんは、はじめましてゼットンって始まるんですよね。なんていうかこう、のらりくらりとした部分があって、でこちらから見ると楽しく音楽をやっていこうとしてるゼットンさんに対して、スー君さんは自分はこういう感じで音楽と向き合ってこれたよみたいな感じで、ある種自分の今までの生き方を提示する、なんか人生の先輩のようなリリックというかバースになってるんですね。で、結構いい言葉多くて、例えばですね、途中のところは10代20代30代っていうのをどういう風に過ごしてきたか、どういうことに気づいたかっていうのを語ってる部分があって、怖いものがなかった10代、怖いものが増えていった20代、表裏 A 面じゃなくて B 面合わせて人間と気づく30代、私がこれからこのもうすぐ30歳になっていくので、ああなんかそっかっていう、ここでもすでにもぐっときてるんですけれども、今回はそんな風にスー君さんが自分はヒップホップあるいはラップっていうものと人生をこんな風に見つめてきたよみたいな、今こんな風に思ってるんだよねみたいのを、まあ、ゼットンさんにちょっとある意味では聞かせてる、まあ、もちろんリスナーに聞かせてる部分もあるんですけども、まだ若いゼットンさんに教えてるような説教臭くない人生の先輩のような言葉がグッときたのでご紹介したいと思います。今回グッときた言葉はこちらの部分です。はい、リリックは時計の針と生活のセッション。以前ビーツ&ライムという曲でオジロザウルスのマッチョさんのリリックの中身は自分の分身、どの口が何言うかが肝心っていう言葉をご紹介しましたけれども、仏教では業という悪いこう運命みたいなことではなくて、単純に行いっていう意味があるんですけども、業というのは身と口と心によるものがある。体で行うこと、口に出ること、心で思うこと、この3つの業っていうのは常に周りにも影響を与えていくし、自分の中に蓄積していくもの、そして次の瞬間の業はまたそこの前の業を引きずったものがこう出てくると、まあ、そことちょっと近いところがあって、時計の針と生活っていうのは進んでいく時間のことですよね。ただただもうぐるぐると前に進んでいく時間と生活のセッション、進んでいく時間の中でどのような生活を送っていたかが合わさってリリックになるんだよっていう言葉なわけですよ。これはすごく素晴らしい言葉だなというか、もう本当に我々僧侶にとっても非常に心に留めておきたい言
葉だなと思いますよね。私今こういう YouTube で、まあ、一人称が僕になったりもしますし、ちゃんとお寺で話す時よりも早口になっていたりとか、まあ、割とこうかなり軽い喋り方をしてしまっている部分があるんですけれども、ここはすごく気をつけなきゃいけないなと自分で思っていて、やっぱり例えばコロナ禍だったらコロナ禍をどのように過ごしたかっていうので、その後に出てくる言葉っていうのは自然と変わってくるんですよね。YouTube でやっていたような喋り方がやっぱり自分の中にこう定着してしまったら、もしかしたらちょっとこうお寺で多くの人の前で喋るにはちょっと早すぎたりとか、あるいは何でしょうね、そういうちゃんと厳粛な場で話すには言葉が軽くなってしまったりとかっていうところには非常に気をつけなければいけなくて、それはなぜかというと、自分がどれだけ気をつけようとも送ってきた生活っていうのは心の中にどん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 積み重なって、そこに体も慣れていくんですね。口も心も体もそこに慣れていってしまうので、自然とそこが出ていってしまう。話し方一つとってもそうですし、あとはその例えば仏教の話をするにしても、言葉の知識みたいなもの、辞書とか本で調べたものを話すっていうことだったらいくらでもできるんですけど、その教えが自分にとってどのようなものであったかっていうところが話せないと、結局借りてきた言葉になってしまうし、言っている本人が納得していない話になっちゃうんですよ。だからそこで重要なことは、リリックを書くためとか話をするためっていうわけではなくても、進んでいく時間の中で自分はどのような生活を送るか、どのような生活を送ってどのような心と言葉と行動っていうものをまあ育てていくかっていうところは非常に重要ですよね。これを一番こう正しくしていく行いっていうのが、我々僧侶にとっての修行であったりとか、一般社会でも研修というようなものもあったりしますけれど、物事をオンオフで捉えて僧侶として振る舞う時だけ穏やかな表情で優しい言葉で話せばいいっていうわけではないんですよね。まあそれがこの服装でやってるっていうことの理由でもあるんですよ。お坊さんの服装をしてお坊さんモードみたいな感じで動画をやればいいっていうわけじゃなくて、この服装をしていてもお坊さんが喋ってるんだなって思ってもらえるくらい、しっかりと自分の心を仏教から常に離さずにいられるようにしていかなきゃいけないなっていうのが、この自分にとってのこの動画の目標でもあるわけなんですよね。だからそういう自分の時計の針の進み方が一定なのに対して、1秒1秒あるいは1分とか1時間に自分はどのような生活のシーンを置いていくか、ハイライトを並べていくかみたいなところで、まあやっぱりラッパーにしても、お坊さんにしても、一般で働かれてる社会人にしても、芸術家にしても、スポーツ選手にしてもそうですよね。いざという時、本当に大事な瞬間に出てくるものっていうのは、やっぱり自分の心に積み重ねたこと、体に積み重ねたこと、あとは言葉にしてきたことが結局出るので、ここは非常に大切にしていきたいですよね。なので、ビーツ&ライムの時にもお話ししたように、リリックっていうのは、その場しのぎでいいこと書けるもんじゃないんだよっていうね、まっすーくんさんの。人生観も出つつ、キャリアっていう部分も出ている、非常に教訓の含まれた言葉だなというふうに思いました。ということで、今回はゼットンで太陽フィーチャリングスー君から、リリックは時計の針と生活のセッションという言葉をご紹介させていただきました。この動画が面白かった、参考になったという方は、チャンネル登録、コメント、高評価等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。